皆さんこんにちは、翔吾です。彼と3セットマッチをやっていきたいと思います。地獄に引きずり落としてやろうかなと思うんで。
Thank you.
Yeah.
はい、ということで試合終わりました。結果は僕から、5-7、4-6で、負けてしまいました。内容はすごいね、競って、僕がリードしたり翔吾さんがリードしたり、すごい競った試合で、緊張感があって、今もう緊張から解き離れて、もう疲れがとっときてます。僕と試合してみてちょっとどうでしたか？僕はまあ、ランキングとか成績に差はあるんですけど、でも競るだろうなと思ってて、で理由が太一のボールって結構低いんですよね。で低くて浅いけど甘くないんですよ。だから僕はカウンターを打ちたいんだけど、低くて浅いボールだから打ち下ろせないし、でちょっと浅めに来るからこう下からちょっと引っ掛けちゃって、クロスに打たざるを得ないみたいな感じで、ずっとカウンターをさせてもらえず、ちょっとちょりって甘く打ったらそれを太一が叩いてボレーに来るっていう展開がずっと続いたんで、まあ続いたというかそうなるだろうなって自分でも思ってたんで、僕はある程度その最近のね、彼を、まあ、試合会場一緒になるんで、見てるとネットプレーがやっぱすごい良くなったなっていう印象を持ってて、じゃあなんかネットプレーが良くなったのになぜ失点するのかみたいなのを見ると、やっぱこう後ろからのショット次第みたいな、なんかボレーのうまさよりもアプローチが入る入らない的な感じのパターンかなと思ってて、で特にバックハンドがやっぱ安定感がすごいなっていう感じなんだけど、フォアはその日によるのかなみたいな、こうバーンって打っていくときに入るとき、うわめっちゃやだみたいな、でも入んないときはちょっとこう崩れてくれるかなと思って、真ん中にもずっと集めようみたいな、真ん中に集めて真ん中で打たして、それがサイドアウトするかしないかみたいな、もしくは甘いのが来たら全部抜こうって考えてて、でもうライン際に来たらもう全部捨ててましたね。なるほど。そうで、結構今日はライン際にフォアハンドパン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 入ってきたけど、まあ僕らの試合って基本ラリーが長かったから、太一よ、これを最後までお前は貫くことができるか、うん、おお、できるんじゃんみたいな、やべえ、ゴーゴーだ、やべえ、あれ貫いてくるぞみたいな、起きに来ないなと思って、しつこい上に攻めてくるが、これはやべえなと思って、でも後半になるにつれてちょっとしんどくなってきたのかなみたいな。そうですね、うん、まさに、まあ、僕の戦術としてはちょっといつも通りの勝ち方にはなるんですけど、まあでも危なかったですね、普通に。でも僕的にはあんま今日前に行けなかったんですよ。やっぱり翔吾さんパッシングめちゃめちゃうまいし、なかなかアプローチも出れないんですよ。なんで、ちょっとボレーが出れずにちょっとラリーの展開になって、であのラリーの中にもすごい駆け引きみたいなのがあるんですよ。ただつないでるだけじゃなくて、翔吾さんいろんなボール打ってくるん でその来たボールをこっちがどう打とうかって、ずっとやっぱり集中してないといけないんで、あのラリーの中で、なんですごいこうずっと緊張感があってプレッシャーあって、やっぱり、まあ、最後の最後で僕がミスって負けてしまったんですけど、でもすごい楽しかったですね。そうですね、あのラリーの中の駆け引きというか、やっぱこれがテニスだなっていう感じの試合で、タイプもねちょっと似てるしね。そうですね、なんでやっぱ試合中笑顔が自然と出るというか楽しいんで、なんでちょっと負けたんですけど楽しかったです。ありがとうございます。僕も楽しかったです。今回ね負けてしまったんで、この悔しさを、まあ、公式戦でちょっとぶつけたいなと思ってるんで、まあ今もうやっぱね勝つとね素が出るんですよ。いつもしょうごさんの動画を見てもらえると、俺は築き上げてきたものを見てもらえると、なんかすごいすごい真面目なこと言ってるんですよ。で好感度高めてきてるんですけど、やっぱ今日割と競ったんで、やっぱ競ってくると余裕なくなってくるんですよ。
そうするとやっぱ質が出てくる。こういう本当はチャラい翔吾さんが今日は皆さんに、ね、お見せできたので、まあ、今日はよしとしていただけるといいかなと思いますので、ぜひ皆さん、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。今度は公式戦で、そうですね、ぜひやりたいですね。バチバチにやり合いましょう。ということで、じゃあ今日この辺で。